参議院議員選挙が10日、投開票され、東京選挙区、改選6に自民党から立候補した元アイドルグループ、おにゃんこクラブのメンバーでタレントの生稲晃子氏の当選が確実になった。写真。当選確実に感極まる生稲晃子氏。生稲氏はこの日、テレビ各局のインタビューは一切行わないという、注目候補としては異例の展開となった。この件に関して、テレビ東京系選挙特番、池上彰の選挙ライブ、内で司会の池上彰氏が言及。当局は生稲氏に番組出演をオファーしたが、すべての番組のインタビューには応じない、という返事だったとし、当局の記者が陣営に取材したところ、匿名を条件に、生稲さんは国会議員としての資質、勉強が圧倒的に足りないからだ、と説明されたと暴露した。生稲氏の当確後、陣営の関係者はよろず、ニュースなどの取材に対応、テレビ東京に怒っている。ああいう報道をされて、有権者から、どうなっているんだという電話が我々のところにあった、と憤りを示した。インタビュー NG となった理由については、当確が出るのが遅くなるのが見込まれ、各社のインタビューを受ける時間がないので、ゼロ、全く受けない、か100、全部受ける、かを選ぶとなった時に、税を取った、と説明。政治家の資質がないと言われれば、これから政策を提言し評価してもらうしかない、と語気を強めた。